はい、こんにちは。あるいはこんばんは。たそがれくん。謎ギターパート、もういくつかわからない。まあ、別に謎ギターじゃないんですが、そう、謎ギターっていうより、レアギターって感じかな。これです。まあ、ひょっとしたら知ってる人いるのかもしれないですが、まあ、まず知らないでしょう。NK ギター。NK ギターです。何年前だろうな、もう結構何年も前に、初めてアリババで買いました。まあ、いわゆる直輸入に近い状態ですかね。多分 NK ギターのショップ自体が出してるページで買いました。で、まあ、それはね、当時、ストランドバーグをちょっと欲しくなって、でも、まあ、ちょっとね、ギター散々買ってきてて で、もう、その時もね、ちょっと高いギター手出してた時かな。なんで、まあ、ちょっと、ストランドバーグには手が出せない。まあ、あと、ギター増えるのをちょっと考えていた。じゃあ、なんで買ってんだって話ありますが で、いくらだったんだろう、かなりお安かったですよ。確か2万円台とかじゃなかったっけな。あ、なんか安くなってたのかな。セールになってたのかな。とにかくかなり安く買ってます。で、さすがにね、アリババ、今はどうなのか知らない。もうずっと見てないんですけど、アリババには、ストランドバーグ、もう完全パクリもの。もうストランドバーグの名前まで入っちゃってるやつとかね、そういうのがあったんですが、これは、ちょっとね、ストランドバーグの名前も当然入ってないし、で、若干オリジナルデザインになってる感じなんで、で、まあ、それだったらいいんじゃないかなということで買いました。でですね、結構こう、フレームメープル使ってたりね、結構、その写真で見る限りは作り良さそうで、結構、材質とかもいいんじゃないかなと思って買いました。で、じゃあ実際どうだったかっていうと、まあ、まず届いてですよ。もう全く使い物にならないなって感じたのが、フレットがザラザラ。フレットがザラザラってね。もうこれ磨いちゃった後なんですが、こうやってちょっとビブラートすると、とかね、チョーキングするとかっていうふうにザラザラって音がもうね、アンプにつないでるとザラザラって音が入っちゃうんですよ。ってぐらいザラザラだったんで、それ全部のフレットがザラザラでした。っていうので、まあもう結局自分で全部磨きました。フレットは全部自分で磨きました。でも、それだけで、それ以外は十分使えました。まあ、割と、まあまあ普通に十分使いました。で、ところがですよ、ある日、何ぐらいだろうさ、3ヶ月、半年とかぐらい経った頃かな。ちょっとこの状態になっちゃいました。まあ、どうなってるかっていうと、ここら辺のフレットについちゃってるんですね。だからこっちの方は割と音が出る。っていう状態です。で、一回トライして、ここを弦高を結構上げてみて、今弦高ちょっと高めにしたんですが、結局直らなかったんですよ。で、その時は、ちょっとね、ネック反ったのか、弦高が何か低くなる原因があったのかってちょっと思ってたんですが、今日ね、さっきね、これ何年ぶり？ 5 年以上ぶりに持ったような気がするんですが、さっきちょっと見てみたら、これナットが下がっちゃった疑惑ですね。まあ、症状から言ってもナットが下がっちゃった疑惑ですね。ナットが多分めり込んだんじゃないかなって気がします。はい。で ですね。で、で、ちょっとネックス、まあ、パッと見には反ってないんですよ。で、ちょっとこう弦を押し付けてみて、こう触ってみると、まあ、全く反ってないですね。ほぼまっすぐ、ほぼ全然反りなしぐらいまっすぐですね。
ということで、まあ、この疑惑としては疑惑というかもうほぼ確定的なナットが下がっちゃった、これはほぼ間違いないですねということで、まあ中華製じゃあこんなことが起きるんだろうなって。でまあそれ以外にはさほどっていうか特別支障はないです。だからフレットに問題があった、でそれは磨けば済んだ、でナットが下がっちゃったこれはナットを自分で修理できるのか、ちょっと今後ちょっとナットって自分はいじったことないんですけど、いじったことないっていや溝をちょっとだけ深くしたとかいうことはなくはないんだけど、それぐらいしかやったことなくて、ナット交換とかね、あいやフロイドローズの方は自分で取り付けとかやったことはあります。それは2回ぐらいやってます、ね、あのクレイマー今自宅にあるんですが、クレイマージャパンのナットもちょっとだけちょっと高い感じがしたんで、ちょっと自分で削って下げるとかね、そういうことはしたことがあるんですが、普通のこういうナットをね自分で本格的に加工したことはないんで、それをやればまあ治ると思うんですがとね、まあすぐにはできないんで、まあ、ナットの付け方の動画とか探して自分でトライしてみるかな、楽器屋に出すか、中華製のギターなんかはあんまりなんか楽器屋に持ってくるのはどうなのかなっていう気がしちゃうんだけど、そんな感じです。でまあせっかくなんでついでですが、まあ、ちょっと見てる通りね、結構デザインはね、まあ、ストランドバーグに半分パクリだと思うんで、ですが、まあ、なかなかデザイン的にはいいんじゃないかなと。で、まあ、軽いとか、まあ、軽めだし、小さいヘッドレスで小さくてっていうので、まあ、結構いいかなと。で、ブリッジがね、これは多分結構出回ってるブリッジみたいですが、ブリッジがね、これすごい回すのが大変。ブリッジがねかなり回すの大変ですね。あのまあ一度大体チューニング合わせちゃえばそれほどじゃないんですが、あの最初にね弦張り替える時とかね、そういう時はかなりこれ回すのが大変です。はい、ということで、謎ギター NK ギターの紹介でした。音は聞かせられないです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。